東京中央美容外科奥村俊です。大学病院で整形外科医として働いてました。で、整形外科の専門医を取得後に美容外科になりました。で、今年10年目になります。で、整形外科時代は外傷による骨折の手術ですとか、あと膝と股関節に人工関節を入れる手術、あと足の脚長差を治す骨切りの手術などしてました。怪我をして傷を治すってことは、たくさんやってきましたので、その点に関しては美容外科でも傷をいかにきれいにするかっていう知識は役立ってるかなと思います。幅広く施術は行ってるんですけども、その中でも熊取りと二重はちょっと自信を持ってやっております。一人一人熊の出来方とか膨らみ具合とかっていうのは違うので、カウンセリングの時にしっかり見て触って動かしたりとかして、一人一人の適応っていうのは見極めるようにはしてます。で、こだわってる点に関しては、止血を徹底的にやることと、無駄な動きを省いて、無駄な出血を防いで、術後のダウンタイムですとか、腫れを最小限にするようにしています。と、カウンセリングを一番大切にしております。患者さん一人一人、理想はやっぱ違いますので、カウンセリングシミュレーションを通じてゴールを共有できるようにしてます。で、どんな形になりたいかだけじゃなくて、どこを悩んでるかとか、なぜ施術しようとしたとか、そういった背景についても共有できるようにカウンセリングしております。と、もともと僕自身も美容が大好きで、美容外科になる前から結構脱毛したりですとか、日々のスキンケアとかをしてました。で、綺麗になっていくとね、どんどん自分にも自信がつきますし、何より毎日ハッピーに過ごせてました。で、そういった経験から、自分の施術で、一人でも多くの方が、笑顔になれたらいいなと思って、美容外科になりました。20代の女性の方だったんですけど、その方の二重と熊取りをしたんですね。で、仕上がりはすごい綺麗にいって、ご本人も私もすごい満足したんです。そしたら1ヶ月後ぐらいに、その方がお母さん連れてきて、お母さんの方もちょっと熊取りして綺麗にしてくださいっていう感じで、お願いされました。大切な方を紹介してくれるっていう嬉しさがあって、すごい印象に残ってます。どんな小さいことでもいいので、まずはご相談ください。カウンセリングは無料です。スタッフ一同お待ちしております。